チャオ、あっちゃんです。今日11月8日、あっちゃんの昼ご飯、札幌一番のカップパスタ。初めて食べんねん。カップ麺のパスタは絶対美味しくないやろと思ってたから食べたことなかったんやけど、うん、一回食べてみよう思って買ってみました。熱湯5分で、完熟トマト入りのフェットチーネ、フェットチーネ仕様で、ね、こんな感じこんな感じ、トマトソースのパスタでした。100円ぐらいやったと思うね。でこれだけだったらちょっと物足らんから、サラダ、わさび菜と水菜と、ごま豆腐で、ドレッシングは酢醤油にブラックペッパーと、わさびをのせてます。はい、これでお昼食べたいと思います。今も沸かしてるのよ、なかなか沸かへんだけどね。はい、ということで食べたいと思います。はい、さっきもね、ちらっと紹介の時に言ったけどもね、このカップパスタっていうのは初めて食べる。どんなもんなんかよくわからへん、ね、でパスタってちゃんとね、アルデンテに茹でてね、ソースもね、まあソースはね、市販のソースがあるからあれだけど、パスタ自体がね、ほんまに美味しいんかどうかが、なんていうか、よう食べやんかって、意外とね、パスタ、焼きそばってほら、そのいいそばと、ラムーの9円のそばとそんなに変わらない、結局ソースの味やったりするんだけど、パスタってパスタのね、麺の味自体がとか、麺がねしっかりそのアルデンテになってなかったりさ、美味しくながっかりするから、よう買わんかってんけどね、ちょっとね、怖いもの見たさで一回食べてみたくなっちゃったということで一回よいしょ、食べてみたいと思います。っていうか今日ね、ご飯ないのよ。昨日寮のバースデーでね、パンでやったからご飯炊いてないし、でお坊さん来るの待ってたから、もうね、今12時50分やねんけどね、なんだかんだして待って来いひんからね、もう来いひんやろっていうことでね、もう早速食べたいと思って、でだからね、食べんのやったらもう簡単なもんでいいやと思って、パスタソースとトッピング、これだけです。パスタソースの湯の上を置いて、時々ね、お坊さん来えへん時あんねん。毎月月命日やけど、お葬式重なったりしたらね、来れへんから、まあ、そんなのもあんのかな、もう分からんけど、ね、ってことで、まあね、テレビであれやってるのは、朝からもね、ちらっとニュースで出てて言ってて、博多の駅前、JR 博多駅前の巨大陥没、すごい大きな穴開いてんねんね。今も拡大してると、大きさ40メーター、深さ15メーターって書いてあるから怖いね。なんでこんなになってるのね。なんかでも下にね、なんか土管みたいなのが回ってるから、なんか水があるよね、漏れてこう砂がなくなったんか流れたんかな、怖いね。でもね、この大きなね、あれが交通中ね、通れへんとかいうので、迂回とかなんだかんだで大変やとは思うけど、ハマったりとかなかったよかったよね。さっきね、コメントもね、ちらっと見ててね、新視聴者に話するのに、なんでいつもテレビ見ながらなの、テレビの情報を伝えるより視聴者はあっちゃんの話が聞けないんじゃないですかって言ったんだけどね、テレビの情報もね、やっぱそのリアルタイムで見れない人もいてるし、でやっぱりね、みんなと共有する、あっちゃんからの一方通行よりも、ね、テレビからの、ね、ニュースでやると、なんか共有情報があった方が
話楽しいやん。だからあっちゃんの動画っていうのは、なんていうのかな、YouTuber での一方的に話するんじゃなく、ほんまに一緒にご飯食べながら喋ってるとか、一緒に雑談してる、あっちゃんが話してるのを聞いてるんじゃなく、ね、井戸端会議してる中で一緒に話してるみたいな感覚で見てもらいたいから、結構ね、多いのがテレビ、ね、テレビの内容で話がこう弾むっていうのもあるしね。あとそれと、ね、テレビの情報、ネットの情報、雑誌の情報、新聞の情報、いろんな情報を仕入れることでね、やっぱりその知識とかね、いろいろ広がることもあるしね、嘘知識もいっぱいあるけどもね、メディアは、だからテレビとかネット、雑誌、新聞、そのほぼ嘘、もう8割9割嘘やけども、その嘘の中に真実っていうのも見えてくるしね、そんなあるから、あっちゃんは常にやっぱりね、アンテナ張り巡らすためにテレビはほぼつけっぱなしなんで、でテレビで出てくる情報をリアルタイムでみんなとこう話共有することによってね、みんなとまた近づけたりとか、この前もね、朝一のピーラーの話なんかでも、朝からテレビ見ひん人なんかやったらそういう情報入ってきゃへんから、そういう情報ね、まあ、まあまた聞きになるけども、そういう感じでお話ししてね、ちょっとでも喜んでもらえたらなと思ってテレビはつけっぱなしにやってるんで、だからわいたちょっと待ってね、ヘイスリーHey Siri。 あれ、Siri返事しないの。 Hey Siri。 タイマー3分。でね、パスタはアルデンテじゃないとね、嫌やから5分やけど3分でいきます。多分アルデンテ、日本人はね、アルデンテがね、嫌いな人が多いらしいのよ。だからご飯のアルデンテなんかもね、食べられへんでしょ。うちお父ちゃんも今ね、おかまちゃん壊れたり調子悪かったりしたら、ご飯がね、半煮えでアルデンテみたいになる時あるね。こんな芯のあるカッチンご飯食べられへんって怒んねん。だから日本人はどっちかっていうと、パスタでもお母ちゃんが作るナポリタンとかが、洋食屋さんのナポリタンみたいにも麺うにゃうにゃなる、なんか膨らんどのちゃうかいぐらいうにゃうにゃな麺に慣れてるでしょ。あと給食とか弁当に入ってくるパスタもうにゃうにゃでしょ、だから多分アルデンテが受け入れられへんのちゃうかなと、見越してちょっと早めにタイマーしました。初めて食べるから冒険ちゃ冒険やけどね、で今ね、さっきテレビの話もしてたけど、今韓国のね、パク大統領の疑惑どうのこの、こういうのは興味ないのよ。だからあっちゃんさんから、まあね、隣国であって関係ないでしょ。だからこういうニュースは別に共有する気もないねんけどね。だからバイキングはトランプ VS クリントンやってるけど、関係ないからこういうのも見ないだからいつもおもろないわーって言ってるのは、そういう番組やってる時、やっぱり日本国内の、ね、まあ、もちろんね、韓国から見てくれてる視聴者さんもいてるからね、やねんけど、韓国の大統領がね、そういうことしてもね、どうなんでしょうって思うから、もちろん世界情勢も好きやねんけどね、ちょっと韓国のね、大統領ずっと続いて不祥事が多いなっていうのもあるけどもね、そんなに関係ないから。べっぴんさんの再放送やってる、もうそんな時間か、12時55分です。雨降ってきたし、外ザーザー言ってるしね。さかなクンのなんか一行一会っていうね、なんか何やろこれ、絵本みたいなやつ出たんやって、これ見てみたいな。あ、その本あれやって、宇田市の図書館、あ、中央図書館の管理してる人、あっちゃん高校の時のあれやんか、音楽の先生やんか大田図書館はね、知ってる人やったん、行ったら昨日ね、で中央図書館も知ってる人やん。中央図書館のやつ言うといたらね、こっち大田の方で受けて、届けてくれるみたいし。電話じゃない、タイマーや。タイマー、電話の書いてあるやん。びっくりした。はい、タイマーが鳴ったんで。あ、違う、お母ちゃんから電話や。ちょっと待ってね。はい、
お母ちゃんの検診のトイレ介護行ってきました。はい、ということでね、パスタが思いっきり伸びた気がする。まあいいや、言ってられへんしね。3分やけどね、さっき55分言っとったから今多分何分だ、5分、トイレ会話で15分ぐらいお母ちゃんのとこ行ってた。はい、ということで、チャンネルおー昼おピンからさっきうだチャンネルに変えたらね、宇田市のねケーブルテレビやんだけど、図書館情報が終わって しゃべっとったら何度でも伸びるな。はい、作っていこう。ちょっとせやな、オリーブオイルを、オリーブオイルを回して麺がほぐれるな。麺カチカチになって固まってでもね、お母ちゃんはずっとあっちゃんの世話してくれてたから、今できるお返しったらそれぐらいしかできへんからね、ほんまに。うん、ああなったらね、外に出んのももうなんか面倒くさなのか知らんけど、どっか行こうか言ったら、うん、またなーって行かへんねん。できるお返し言うたらもうトイレ介護とかね、なんかしてって言われたらしてあげるとかぐらいしかないからね。はい、ということでね、トッピングなんやろ、これカリカリの好みに量かけくださいって書いてあるけど、かけちゃえ、なんか分からへんけど、唐辛子、うん、唐辛子となんか分からへん、なんかカリッとしたものが入ってんだけどね、入ってくるんで、こんな感じのできました。ではサラダを、美味しい美味しい、まだわさびまだ出ないけどね。ではパスタを、ディラムセモリナコが 100% って書いてあるけど、あんまり麺の香りがしないね。アルデンテじゃないけど、ちょっと硬いめ、輪ゴムみたい輪ゴム噛んでるみたいな感じだけど、うん、味はね微妙、ソースもね、あんまり美味しくないや、微妙です。ごま豆腐、美味しいね。ごま豆腐はわさびが合うな。何やろ、トマトソース自体があんま美味しくないな。パスタもね、微妙やけど、でも、ね、悪くないよ、パスタの食感はね、時間置いたけど、そんなに、まあ、湯捨てていたからね、よかったんかもわからへんけど、100円。
で、これやったらいいかな。もう次食べようかなとは思わへんね。パスタは自分で茹でて、ソースは市販でもいいねん、別にね。パスタ自体自分で茹でて、茹で加減きっちりちゃんと気に入らん。このトマトソースあんま美味しくない、うんうん、ペペロンチーノ持っててんけどね、うん、ペペロンチーノよりトマトソースの方が味いいかなと思って買ったら失敗だった。ただね、他のメーカーのカップパスタもちょっと興味出てきたな。どんなものかっていう感じでね。うん、何を見てんの、面白くない。東大農学部の収穫祭やって、みんな行きたいけど、東大なんか遠いとこ行かれへんもんな。東京は行けませんよ。もしテレビやってないな。昨日のそうそう、あのローストビーフね、家で作ろうかなと思ってビーフ見てきてん。豚の、豚じゃない、みんなの牛のもも、ももブロックね、赤身んとこ、うん、500g で作りたかったね。売ってないね。250g ぐらいのブロックしか売ってないね。でね、ダムで、ね、どっかやったかな、どっかがローストビーフ、あ、ジャスコや、ローストビーフ用の売ってて、で、500から 750g ぐらいまで結構大きめの売っててんけど、高い1500円とかね。だから 100g で200円超えねんね。高いなと思って。 でも考えたらさ、ローストビーフってこんなちょっとしか入ってん、ペラペラって何枚かしか入ってへんのに1000円ぐらいするから、作った方が安いねんけど、うん、ね、結構めんどくさいと思ってたやん。だから、ね、視聴者さんに教えてもらってコメントで、おかまちゃんでできるよで調べたら、おかまちゃんで簡単にできんねん。そんなやろうかなと思って、まあ、材料が高かって、またもうちょっとね、いつかチャレンジしたいと思います。めっちゃ新しいビデオカメラ買うたかな。どこケチんねんって。まあでも、うん、その分ね、臨時収入というか売り上げ伸びたらまた、うん、なりたいと思う。ビデオカメラは商売道具やからね。まあ使ってへんから何でも言えないけど、それで画像変わらへんかったら大笑いけどね。泣くわ。充電しとんだけど、なかなか充電たまらへん。カメラだけで済まへんからね、続品欲しいから、でっかいバッテリーとかね、マイクとか、あとあれも欲しい、あの広角のコンバータレンズとか感光フィルターとかね、いろいろ欲しいなと思うのもあるから、これからまたねカメラにもお金がかかっちゃったりするんだけど、今使ってるこの JBC はあのネジがついてないね、レンズの前に。だから感光フィルターとかつけられへんね。
たはあんまりピチャリはしなかったけど、うん、まあパスタ麺はいいなもんかなと思うけど、ソースがちょっとがっかりやわん。ソースってさ、市販のソース結構おいしいのあんねん。パスタ茹でるだけで市販のソースかけたら美味しくなるソースね。のにこれパスタは仕方ないとしてもソースが微妙なのがちょっとがっかりやね。これでソース美味しかったらまあまあいけるんちゃうんかな。わさびをまともに食べてしまった。ああ、辛い、わさびの塊を食べてしまった。スパゴとか買ってみようかな。あ、辛い。唐辛子をまともに食べてしまった。辛い辛い辛い。テレ朝スーパーワイドスクランブルかで小池百合子さんね、国会いいんやてや俺の小池百合子さんってあんまり好きじゃなかったけどすごい今都知事になってから好感度上がってすごいいい人やね。豆腐美味しいわ前にね、大川で買うてきたごま豆腐やけど、完食しました。唐辛子だけ残して辛かった。ごま豆腐です。生でごま豆腐ってさ、わさび醤油で食べたことしかなかったの、うん、わさび酢醤油にしてサラダにのせたらめっちゃ美味しいよ。さっぱりして、うん、まあ酢が好きやからかもわからんけど、
ごま豆腐結構ね無機嫌あるから。あっちゃんは好き。はい。口についてやん。はい。ということで今日はなんかわからない札幌一番のカップパスタ食べてみました。はい。あまり美味しくなかったです。ということでね、うん、また違うパスタ、うん、ソースでちょっとがっかりしてるとこもあるし、麺自体まあこんなもんかって感じだったけど、うん、まあありっちゃありやけど微妙かな、うん、やっぱりそのアルデンテが好きな人には無理、あんまり良くないかもわからない。とパスタのね、あの小麦粉の味が、うん、うん、あんまりしてきょない。でもまあお湯入れてすぐできるっていうのは楽やしね、うん。また他の味も試してみたいと思います。はい。あとねごま豆腐の、わさび醤油に酢足したサラダにしたやつはさっぱりしてて美味しかった。うん、なっちゃんは好きでした。うん、って感じで今日の昼ご飯これで終わりにしたいと思います。はい。では、今1時25分。はい。ゆっくり、ゆっくりじゃないわ。いつもより時間が押してきたけどもね、うん、やっぱりシエスタをしないと昼から動けへんので、うん、10分ぐらいシエスタして、お坊さんが来いひんかってね、もう今日の一日半日スケジュールがぶっ飛んじゃったんで、昼からちょっとねいろいろ やりたいことがあるんですが、晩ご飯の準備、今日おでんしよう思うからおでんのネタ仕込んだりとかちょっといろいろしたいし、一回煮込んどきたいんよ。で味入れてもう一回夜熱入れたら味入るからって思うから、大根とか、ゆで卵とか作ったりしてそういうのをしたいと思います。あと餅巾着も作りたいからね、はい、ちょっと昼から、あれしょ、シエスタ終わったらちょっとしていきたいと思います、うん、その時ねピーラーの使い方後編、実践しながら、はい、動画にしたいと思います。ではまたね、バイバイ。